木曜17時はテラスタのテラスタ。できないできない。ちょっとグワシ得意になったよ。あ、嘘。毎日特訓してた。してた。嘘嘘。してないですけど。はい、はい、今週も始まりましたデラスタ。パーソナリティは私デライトスタイルの美佐子と勝江です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですね、ここ押し上げはワロップスタジオよりお届けしております。最後までよろしくお願いしま す。今日24時間テレビみたいになってますけど、これあのデラスタ、こちらの T シャツ、デラスタ T シャツ、もう2年前だって、はに作ったんです。はい、あの、はい、オーウェストでライブをする機会がありまして、はい、それに合わせて、はい、作ってみました。デラスさんのね、はい、あのなんていうの、イメージカラー、うん、がオレンジなんで、ちょっとこれ黄色なんですけどあのオレンジだとやや問題があったので。そうなの、そうなの、ちょっと山吹色みたいな、山吹色みオレンジよりの黄色、黄色みたいなを選んで作って、このイラストはちょっとだいぶ可愛いんですけど、はい、あのこっちが私で、こっちが勝江さん、はい、はい、そうそうそう、ね、うん、かわいい、かわいい、かわいい、すいませんね、こんなかわいい伝えていただいて、はい、よかったらあの販売してませんあ、そうね、うん、してないです、レアです、これも、はい、今日あの勝江さんからお知らせが私私から丸投げ、はい、ですね、最近流行りの丸投げ、ですねなんとこの番組、あ、言っちゃう？あ、それじゃないの？それなんとこの番組ですね、今日で終わりですとか言ったらびっくりだよね。びっくりだけど、まあ、それに匹敵するよね。うん、この番組ですね、まあ、あの9月いっぱい、え、まあそうだね、コンクール、コンクールいっぱいということで、そうで終わりっていうことなんで、ことなんでって自分たちで選んだんですけどなんでですね、最終回に、はい、今日この告知をしたくて、あの先にちょっと番組終了のお知らせをしちゃうんですけど、はい、最終回スペシャルで、はい、9月の最後の週の木曜日の、はい、このデラスタで、はい、初めて歌っていきたいと思いますやっとライブしたいと思うので、皆さん開けといてください。よろしくお願いします